はい、ご視聴ありがとうございます。これよりお届けいたします作品は、山本修五郎作、歯間性神経症と妻です。この作品、歯間性神経症と妻は、昭和6年、1931年、今日の文学、7月号に掲載されました。それでは、本文をどうぞ。 山本周五郎作「歯間性神経症と妻」「私がその若者に嫉妬を感じているのは彼が淡麗な青ひげであったからではない」「また彼がいつもず面にくいほど整った体をしていたからでもない」「ただ彼は私にできないたった一つのことつまり 「私の妻を笑わせることが彼にはできた」「誰にでも言う通り私は妻を愛している」「結婚する以前にも増して愛している」「妻には一種の歯間性神経症があって懐で押したままぼんやり一日の4分の3を過ごすようなことがしばしばあった」「そんな時知らぬ者が見ると」 彼女の唇の端に刻まれる微妙な霊障のひだだとかどうとも意味の取りようのない視線の角度だとか軽くトントンと打つ右足の親指の表紙だとかそういったものを見てこの女は随分利口なのだなと感じさせられるがそれは実は例の「歯間性神経症」が現れているだけのことなのだ。それにもかかわらず そんな時の妻にじっと見つめられたりすると、誰でもドギマギして明るくなる、そして夢中にさせられてしまう。だがこの症状が去ると、妻は元の感覚を取り戻すから、誰も妻に気づかず、妻に見つめられても赤くなるような感情は味わわないで済む。前にも言ったように妻はめったに笑わない。 一度フランスのシネ・ロマンの「秋の風」というフィルムを見ていた時灰色の空からさんさんと散るプラタナスの枯葉の雨を見て笑ったことがある私はその時随分おかしな癖がこの女にはあるのだなと思った言い忘れたがその時はまだ私たちは結婚していなかったその後銀座のオランピアで ライ麦のパンを買うのに、ライ麦のパンをくれと言ったら、そばにいて笑い出した。どこがおかしかったのか知らぬが、私は赤くなって、パンの紙包みを受け取るのに、へど戻した。私はその時は腹を立てたので、家へ帰り着くまで口をきかなかった。その時はすでに結婚していたので、何も自分の夫の間違いを、 「他人の見ている前で笑うことはあるまいと」とひどく腹を立てたしかしこれはどちらもその後考えるのに歯間性神経症の発作だったに相違ない妻が笑わないということを知ったのは私たちが結婚して間もなくのことだ私はひどく気軽な性分という方ではないが昼のうち外で為替係などを働いていたので」。 帰ったら家でいくらか調子を緩めた暮らし方なども悪くはないという考えを持っていた。それについて結婚前に私はイプセンという脚本作家の書いている人形の家という芝居のノラとその夫との生活ぶりなど随分面白いなと考え考えしたものである。その芝居では 夫はノラのことをちっちゃなリスさんなどと呼んでいるのでけれどもそれは私が定義してみるまでもなく妻には合わない理想であった妻は何よりも性質を尊んだ私は妻が食後の熱い舌を焼くようなコーヒーを音も立てずにすするのを見ているとしばしば怖くなったそれで ある時そっと眠っている妻の顔を見極めようとしたことさえあった私たち夫妻が初めてその青年と知り合いになったというのは妻が右側の第二球司を病んで里屋という司会に通っていた時のことでその青年が控え室で私の妻の落とした手袋を拾ってくれたのが機会となったのであった。 もっとも妻はよく手袋を落とす癖があってそれをまた大抵の場合そばに居合わせる若い紳士が拾うという巡り合わせになるのだが劇場などでは一晩に二度や三度は珍しくなかったそしてその時の二人なり三人なりの紳士はその後2週間か少なくとも1週間は 私たたち夫妻のの客になるのが例であったもちろんその手袋を落とすというのも歯間性神経症のためでその時妻はドライアイスを固く包んだ藤絹のハンカチで妻はハンカチは藤絹よりほかに用いなかった右の頬を押さえていたが何かの拍子につかんでいた 黒のの手袋の片方を取り落とした。するとそばにいた青ひげの淡麗な紳士が腰をかがめて素早くそれを拾い取った私は今でも覚えているがその時の青ひげ師の敏速な動作は猿がイモせぬのみをかき探す習性にひどく似通っていた妻は手袋を受け取ると頬を染めて微笑したが その微笑こそは私が妻を尻染めて以来初めて見るものであった青ひげ師はどぎまぎして腰をかがめて何かブツブツ言って妻の行死からその時妻はすでに歯間性神経症の発作を起こしていたのだが逃れようと背いたしかし藤犬のハンカチで頬を押さえてじっと見つめる妻の視線は たちまちまこの若者を夢中にさせてしまったそこで若紳士は赤くなって花をムズムズさせたすると扉が開いて若いきれいな看護婦女が「あみさん」と呼んだのでこの青ひげさんは救われたように起き上がって診察室の扉へ近づいたのであるところがそれは間違いで彼はもはやその時診察を済ませて 薬のできるのを待っていたのだという事実にぶつかった死を呼んだのはつまり薬局であったのだそれを見ていた妻が声高く笑った妻が笑ったああそれこそ本当に人間の笑いであった初めて妻は人間の笑いを笑ったのであるその世私は私の寝室へ妻の訪問を受けたおかしな 「これも飾りなく言うのだが妻は非常に複雑なベーゼの仕方を数多く知っている私はしばしば自分が次の部屋にいるのではないかと疑うことさえあった心臓を7つ持っている魔女が毎晩その部屋で10人の若者を犯してこれを喰らったという話が北欧にあるが妻のベーゼのあるものにはその 「魔女の舌を思わせるような咽頭な仕方のがあった」「そんな晩には私はいつも北へ足を向けて寝るように努めた」というのはその七つの心臓を持った魔女は「北に足の裏を見せている男は喰らうことができなかった」と話にあったからであるそういえばその魔女は常に緑色のブラウズを好んだとあるが 妻「青ひげの若者が私の妻を訪ねるようになってから私の家の空気は驚くべき変化を示してきた妻の男友達いやそう言っては悪い私たち夫妻の友人こう言わなくては本当ではないその男友達は多くとも2週間でその友情は 美しい結末を持ったある男は転任すると言いまたある者は病気療養に出かけると言い別の青年は何か指令書のごとき紙片を見せて巡回公演に行くと言ったそして再びは私たち夫妻の前にその姿を見せることはなかったもっとも妻がその手袋を落とすごとに その後を受ける紳士に不足はなかったけれどところが今度の青ひげくんは違っていた彼はもう私たち夫妻を訪ね始めてから4週間近くになっているところがまだ彼はどこにも転任せず療養にも行かず巡回公演にも出かけないそして妻はこのところ不思議に手袋を落とさない 習慣が破られるとといいうことは辛いものだ私は妻の部屋がこう長く同じ大衆を持った男で塞がれるということにはあまり慣れていない。たとえ青重氏が来ている間その扉に情がかかっていたとしてもそれというのが大衆といっても私は実際の大衆よりもその男の雰囲気を指しているので。 しかし私はここで妻の名誉のためにその部屋の扉に情がかけてあるにもかかわらず若者と妻を中に残して私がなぜ一人外にあるかということを説明しなければならぬ一言で言えば要するに私が妻を理解していたからである男たちの多くがどぎまぎして息を弾ませ顔をあからめて妻に夢中になる。 その原因を知っていたからであるそれらはすべて妻の歯間性神経症の現れに過ぎないからであるそしておかしさに絶えないことはこの事実を知っているのは私を置いて他になかったことだそういうわけで青ひげの若者が妻の部屋にいることは私にとって何らの感情でもなかったが時折漏れる妻の笑い声に対しては「 激しい嫉妬を青ひげに持った。その笑いは彼女自身のヴェーゼのごとく複雑で数知れぬ響きの変化を持っていたしかしその中には私がライ麦のパンを買った時に笑ったものもなくまたシネロマンの秋の風を見た時に笑ったものもなかったその上それは決して七つの心臓を持った魔女を連想させはしなかった それは本当に人間の笑いであった。私がこんなに強く嫉妬するのもそれゆえである。今その青ひげの若い紳士は妻の部屋にいる。私は今その部屋から妻のかける情の動きを扉のノブに見極めながら出てきたところである。私は青ひげの君に対アメリカの為替相場の 対数表示理論を説明してやっていたところが不意に妻が例の発作を起こしたのであった妻はくったりと体を長椅子の上にのべて両手を懐へ差し入れながらそうして無心に自分の乳房をまさぐることが妻の癖であった奉仕に瞳を散大させて唇をゆがめ投げ出した腿の上に 片方の足を組んで緩やかに揺すりつつどこを見るともなく甲骨となっていったそこで私はいつもそうするように立ち上がって妻の部屋から出てきたのである「考えると実際男というものは滑稽な道家だそしてそれを私ほど明確に観察したものはそう多くはあるまい今日まで」。 手袋を拾ってては訪れてきた多くの若者、そして今また妻の部屋でおそらくは顔をあからめ息をあえがせ胸を騒がし夢中になっているであろう青ひげの淡麗な青年の「かまであがめ求めるものが何であるかを言えばそれは単に一種の歯間性神経症でしかないのだ」。 そしてそれを知っているのは私一人なのだ。私はこの秘密を誰にも明かさないでおこう。すればいつまでも私は神の知恵を持っていることになる。そして何も知らぬ哀れな若者たちを笑ってやるということはそうつまらぬ興味ではない。私は明日妻の頼みによって。 新しく黒い絹の手袋をあわなうつもりでいるのだああ今妻の部屋では妻の笑う声がしている山本周五郎作「歯間性神経症と妻」「全文」「読み切り」書室「書出今日の文学」 昭和6年1931年7月号より朗読完了2021年9月6日。